はい、美ら海の近くの、美声の福木並木というところに来ました。その近くから外に出るとこう綺麗なビーチがありましたね。空もね晴れてきてくれてだいぶテンションが上がってます。あー魚めっちゃいる。見えるかなあそこ。ちょっと反射して見えないんだけど俺。でっかいのいるわ。でっかいの泳いでる。カメラ映って見えないな。ちょっと反射しちゃって。いや綺麗だここは。すごっ天気いいと綺麗だ。綺麗だ海が。魚見えるかな。見えるかな。逆光で全然見えないな。いやすごいですねここ。知らなかったけどめちゃくちゃいい通りですね。で広すぎてどこ行ったらいいか分かんないんで、これレンタサイクル借りた方がいいですね間違いなく。これはすごい。ブゼの福木並木。うわすっごい。何これ。だいぶいい雰囲気ですね、ここ。沖縄っぽくなってますね。ああ、これはいいですよ。これですね、ちょっとした竹富島を歩いてるような感じもありますね。この砂の地面と周りの沖縄の独特のこういう建物で自転車で散策するっていうような形で、ここはちょっとまた本当に自転車でね時間のある時ゆっくり来たいですね。歩きなのでそろそろ戻らないとやばい。うわいいね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 。結局終点まで歩いちゃいましたね。気持ちよすぎて。ほんとよかった福木並木。覚えとこうこれ。はい、続いてこちらはですね先ほどの並木道、名前忘れちゃったすでに、の近くにあるエメラルドビーチというところですね。美ら海の近くです。これも綺麗ですわ。というか多分ねこれ天気が良くなったから全てが綺麗に見える。そしてテンションも上がる。これは泳ぎたいね。持ってきてないよね水着。まさかねこんな晴れるとは思わなかった。はい、今、福木並木とエメラルドビーチ見終わって、美ら海近辺を車で走ってます。もう3時過ぎたので、ホテルにチェックインします。その前にスーパーでちょっと買い出しをしてからホテルに向かいます。いやー本当にね晴れて暑いっす。暑くて外歩けないなこれ。また夏を味わえるとは。よかった。はい、地元のスーパーなんですかね、三栄さん、
こちらで、少しお買い物をしたいと思います。いいですね、またこういう行動ね、たまらんな。はい、着きました。本日の宿です。コンドミニアムですね。はい、やっと部屋に到着しました。じゃあ軽くお部屋の紹介させていただきます。はい、右曲がったらトイレ。なんだこれ、トイレ、あとお風呂ですね。お風呂、はい。で下見照らして、ベッドですね。ベッドがあって、左鏡で、景色はどうでしょうね、景色。あすごいけど広いね。テラス、あかね、広い広い、くそ、おまごめんなさい、言葉悪かった、言葉遣い。あ、広いよテラス、ほら広いですよ。これは景色もいいわ。いや、やっぱコンドミニアムいいな。ビジホより全然いいですよ、正直。いやー疲れましたね。ちょっと寝ちゃうかもしれない。本当はその辺散歩したいですけどね、ビールでも飲みながら。その塔がね、気になる。頂上まで上がれるっぽいからね、これ。ただそんな余力はもう私にはない。寝ます、おやすみなさい。結局眠れず、結局眠れず、現在5時半ですね。6時からオープンの、開放丸さんという居酒屋さんに歩いて15分ぐらいかかるのかな、向かいます。おっしゃれー。あのこっち側が全部海なんでね、やっぱり海沿いのカフェや居酒屋さんいいですね。はい、着きました。ここのホテルの一角にある居酒屋さんらしいですね。昔はなんかもうちょい汚かったというか、プレハブっぽかったのかな。改装されてめちゃくちゃ綺麗なお店になったそうです。では行ってきます。というかここのホテルすごいですね。やっぱりフードコートっぽいのもあるし、これはすごいな。入れるかな。注文してビール来ました。じゃあいただいちゃいます。ちょっとこれ後ろ映っちゃうかもしれないから、いただきます。はい、まずは刺身5点盛り。沖縄の刺身あんまり来ないんですよね。楽しみですね。島豆腐のチンに三種盛り。俺の声多分聞こえないと思うんで、ほとんど食べ物だけアップしますね。ゴーヤチャンプルー、うん、うまっ、うめっ、うめっ。次、青さの天ぷらですね。全体的にうまいっすね。それなりに値はちょっと張るかもしれないですけど、昨日の普通の居酒屋さんに比べたら、いや本当に美味しい、評価高いだけありますね。
はい、食い終わりました。美味しかった、美味しかったですね。これね、今まで沖縄料理、沖縄行った時の沖縄食べた料理の中でも結構上位に入ってくる美味しさでしたね。まあ、価格は、安くはなかったですけど、最後まで満足できましたね。はい、というわけでホテルに戻ります。ちなみにですけど、この今言った居酒屋のあるホテルの系列とかって、やっぱり平日だとね、結構お手軽な価格で泊まれるみたいですね、調べてみたら。なのでぜひ沖縄に、来てみたい、もしくはこれから来るという方で、車が運転できる方とかはぜひ北の方のホテルとか宿に泊まることを私はね、非常にお勧めします。はあ、歩きます。遠いな。いいですよね、この飲んだ後の帰り道で、気力があれば先ほどスーパーで先買ったんで、それをホテル飲みしてぐっすり眠るという、たまらんっすよね、その旅行の流れ。まあ、ただ明日はシュノーケリングやるんで、あんまり飲みすぎるとね、ちょっとお腹下したりだとか体調不良になっちゃうとまずいんで、ほどほどにしていきたいと思います。遠いな。はい、やっと部屋に到着しました。まだ午後7時過ぎぐらいなんですけど、もう眠いのでこの後少し部屋で飲んでシャワー浴びて、次の日も早いので寝ちゃうのかなと思います。はい、というわけでちょっと外はあまり見えないですけど、最後にベランダでこちらですね、こちらをいただいて、地元のスーパーで買ったオリジナルブランドですかね、こちらを一杯飲んでシャワー浴びて寝ようかなと思います。ちょっと硬いな。あー疲れた、ほんと疲れた。よいしょ、ジョボ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 ジョ。じゃあ最後の一杯ですね、いただいて、うん、サイダーですね、サイダー、レモンサイダー、すごい飲み合わせ。ではまた明日、おじいちゃんなのでもう9時には寝ます。おやすみなさーい。Yeah, yeah.